私はハーマン・ミラー社のニューヨークオフィスでデザイナーをしているエイミー・ギャレットです。今日は石巻の仮設住宅でタコ作りのワークショップを行いました。子どもたちに私たちが持ってきた材料を使って絵を描きタコを組み立ててもらいました。子どもたちはタコを上手に組み立てると外でタコをあげました。天気もよくみんな楽しんでいる様子でした。地元のボランティアの方々にも感謝しています。ワークショップの成功は皆さんの力のおかげです。石巻に来てみて感じたことは、地元の皆さんが助け合いながら復旧に向けて元気に頑張っているということです。日本の方々のように団結できる文化は世界でも他に少ないのではないかと思います。皆さんがいたわり合いながら生活している様子は美しい光景だと思いました。